ロッチの加納です。丸顔の人の場合は最初の時点では少し狭めに、左流しにしていく前髪なので、この時に大事なのがしっかりコームを、顔周りに向けてグラデーションが入りながらコーミングする時に、このモデルさんがつむじがここにあるんですけれども、マッシュのラインになるように、90度になるように首周りにしっかりこう沿うような今回スタイルにしていきたいので、セニングを入れる時は流したい方向に毛先を持ってきてセニングを入れていきます。ここでこう分かれてしまうモデルさんに関しては、ね、直毛の方の場合はもみあげとか顔周りの毛とか前髪も含めてぜひやってみてください。